はい、こんにちは。ザゲームチャンネル春99です。今回ですね、ボードゲームニュース2023年5月7日版をお届けしたいというふうに思います。まずは国内ニュースの方からです。一つ目こちらですね、ズータイクーンですね。こちらの方はですね、2023年の発売ということになってまして、まだね実際の発売されていないんですけども、アークライトさんが先日のですね動画の中でこちらの日本語版を発表されておりましたね。今のところですね、キックスターターのですね、まあ、完成待ちということらしいんですけども、いわゆるですね動物園を作っていきましょうってね、先日もねテーマパーク作るゲーム出してましたけどね、動物園を作っていきましょうということになっていて、どうも動物ごとにですね、どういった、まあ、地形というかですね、まあ、檻というかそういう形ですね、まあ、特定のパターンがあればいいですよなんていうものがありながらですね、自分の手前の動物園を作っていくと、こういう仕掛けになっているでした。実際の方はキックスターターのですね製品の方が出荷された後に一般流通になるようですので、ね、もう少し先かもしれませんけども、こちらの方の日本語版が発表されておりました。さあ、二つ目こちらですね、エンゲームさんですね。ちょうどね前回のニュースでねギリギリ間に合わなかったんですけども、前回のニュースが出たすぐ直後なんですね、フレンツェの匠の日本語版の新版ですね、こちらの方と It's Wonderful World の最新の拡張セットのこの二つのですね日本語版の方を発表されておりました。でこちらですね、エンゲームさんのサイトの方ですけども、このフレンツェの匠のですね最新版の日本語版、これね拡張セットも入っておるんですけども、 It's Wonderful World のですね最新拡張のシナリオがね入っているんですけども、二つともですね予約の方が開始されているということになっておりました。さらにですね、フレンツェの匠だけではなくてですね、もうすでにねザゲームギャレンの方では動画出してますけども、トライブズオブザウィンドウですね、これと It's Wonderful World の拡張セット、この3つをですねゲームマーケット2023年の春の方ですね先行発売しますよということになっているようでございました。なので通販の方ではですね、すでに予約の方受付中というふうになっておりますし、これらの作品の中でですねゲームマーケットの方での先行の発売もあると、もちろんですね旧作品の方もありますよということになってましたね。このあたりがですね気になる方はですね予約のサイト並びにですねゲームマーケットをチェックしてみるのがよろしいんじゃないかなというふうに思います。さあ、お次アークライさんですね。アークライさんの方もですねゲームマーケット2023年春のですねお品書きの方が発表されておりますね。今回ですねアークライさん A01 ですね、ちょうどねど真ん中のブースですけども、あちらの方でエバーグリーンですね、カイト、タツですね、あるいはですねラブレター10周年記念版とかありますけども、こちらの方を一通り売りますよということになってましたね。やっぱりねエバーグリーンとかねタツとかね、やっぱ先行発売あったんですね。このあたりのところがありますので、ゲームマーケットの行かれる方はですねこちらの方の先行発売の方をチェックされてみていかがでしょうか。いつも通りですねゲーム箱とかですねアークライトくじなんていう本もですやられるようなので、ゲームマーケットに行かれた方はこちらの方も合わせてチェックしてみてはいかがでございましょうか。そしてこちらですね、シーモンジャパンさんね、いよいよね活動が激しくなってきましたね。シーモンジャパンさんの方もこちらの方でのゲームマーケット2023年春のですねところのブースのお品書きというのがですね公開されています。今回ですねシーモンジャパンさんだけでなくてですね、サニーバーズさんとかですね、ケンビルさん、ハビージャパンさんとかですね共同でですね中の方の品物も出しておりますということになってますね。こちら A35 ブースでございますけども、これなかなかすごいんですよね。ラクリモーサーとウルブスですね、これ両方ともねザ・ゲームギャラの方ですねレビューしておりますけども、こちらの方は予約を受け付けますということになってましたね。後日ですね販売ということになってましたね。あとカラーフラッシュカードゲームっていうやつもですねまだ未発表ですが当日持ってくるとなってました。でこちらの方のシーモンのゲームですね、英語版のゲームの方も販売しますと。こちらの方は日本語版がですねつくのかつかないのか、いつ手に入るかってまだ全く分かりませんけども、こちらの方のシーモン版の英語版のやつも持ってきますし、こちらですねキックスターター全部入りっていうねすごいやつも持ってくるということになってました。もちろんサニーバーさん、ケンビルさん、オブイジャパンさんの方で発売されているシーモン経由のものも持ってくるということになってましたね。いやこれね、まあ、これが本当に全部なのかまだあるのかも分かりませんけど、これざっと見るだけでもですね私ね輸入したいなと思ってますね。このキャンペーンゲームのネクストステーションロンドンですね、こちらの方もあるようですし、これのトライルをですね、例のねパークス地区のやつですね、この辺も持ってこられると。こうなってるので輸入を考えてた方ね相当いいんじゃないかなと。あれはねダイノサウルスアイランドのキャンペーンゲーム、この辺もね全部あるとなってましたんで、いやー輸入するよりシーモンジャパンここを覗けばいいんじゃないのっていう感じになってるんでね、これかなりホットなんじゃないかなと思いますね。まだキックスタートのやつもね相当すごいのありますけど、例えばアンクですね、この辺は相当熱いんじゃないかななんていうふうに思いますね。こちらアンクの方はですね、私の周りのねプレイされた方も相当評判が高いし、デザイナーのねエルリク・エム・ラングラさんですかね、それはまあ硬いですよね。で彼の方も7200投票で 7.9 ってねこの高評価になってるってやつが、まあどういうものなんかね、拝みに行くだけでもですねこれ楽しみだな
というふうに思いますね。そしてこちらですね、こちらのサポート情報ですね。アクラさんですね、デューン砂の惑星インペリウムですね、こちらのサポートページを更新しましたというニュースが上がっていました。こちらの方ですね、ここのですね FAQ の方が海外の方のやつからですね出ていたやつを日本語版にしてですね出しましたということですね。こういうのありがたいですよね。なかなかまだねこういうのなかったですね。先日のクランクインスペースに続いてということだと思いますけども、こちらの方にがっつりですねデューン砂の惑星インペリウムの FAQ がガーッと結構ありますよいうふうに書かれているんで、これですね、間違いなくこう印刷して、自分のマニュアルの方にバコッとこう入れておいて、ね、技術タイルいくつのやつも入ってますんでね、この辺のところも入れておいて、プレイするのがよろしいんじゃないかなと思いますね。まあ、大元のメーカーにね、ちょっと勝手に作るってもなかなかできないと思いますんで、大元の方のメーカーの方の FAQ が出てきたらですね、まあ、そこに追随する形でですね、日本語版のね、こういうのを出してくれるっていうのも非常にありがたいですね。で、お次こちらですね、ケンビリさんですね、ケンビリさんのですね、南チグリスの旅人をですね、こちらの方ですね、エラッタとですね、まあ、FAQ の方が出ましたということになっていました。エラッタ4件をですね修正する印刷ファイルも出してますということになっています。それこちらの方になってましてですね、下の方ですね、まあこれ、ね、表現がちょっと違いますよとかですね、まあ、誤字がありますよみたいなものがありました。まあ見てる限りだと、まあ私も見ながらこれやりましたけども、まあ大体プレイできるんじゃないかなと思いますし、 FAQ のねこのダイスとアイコンの関係ね、これ非常に間違いやすいんですよね。私もレビューではふわっと喋ってますけども、その後のポッドキャストの方ですね、ここはねこういう解釈ですよ出してますけども、ちょっとねマニュアルの方もなかなかね込み入って分量があるので間違いやすくなっているので、こうした FAQ やなんかの方はですね確実にチェックされておいた方がよろしいんじゃないかななんていうふうに思います。さあ海外ニュースいきましょう。海外ニュースの今週3つだけですね。1つ目はこちらですね、アークノバーですね、マリンワールドですね。例のアークノバのですね拡張セットなんですけども、名前変わったんですね、マリンワールドというふうになりましたということなので、淡水魚だけではなくてですね、いわゆる海水の方のね、いわゆる海のお魚さんも入りますよということに今回変わったようでございますね。まああとのね内容についてはですね、こちらの方の中の方はほとんど変わっていないようなので、まあ海のねお魚もガバガバっと入った拡張セットに変わりますし、アートワークも変わりましたということですね。まあいよいよ発売がね近づいてきてるんじゃないかなというふうには思いますね。で、もう一つこちらですね、これ画像だけですけどもですね、皆さん大好きなウォーチェストですね、こちらのですね、拡張第3弾ですね、ナイトホールですね、こちらの方が入るようになりましたよということになってましたね。新しいユニットがですね、4つですね、加わるということになっていましたので、この新しいね、4つのエリート部隊を指揮しながらですね、また新しい戦いに挑んでいきましょうということになってるんですが、これものすごい先行情報だったんで、まだ BGG にも情報がないようですけども、ウォーチェストファンの方は新しいユニットの登場をね、これから期待していていいんじゃないかなというふうに思いますね。で、今週最後こちらですね、これもねまだ BGG 情報ないんですね、プラネットアンノーンですね。これね日本語版がねまだかなとかね言ってるところでございますけども、海外の方ではもうですね拡張セットの方がアナウンスされました、スーパームーンですね、こちらの方が拡張が発表されましたということなので、まだね中身は全然わからない状態ではありますけども、海外の方ではプラネットアンノーン結構やっぱり人気だったみたいなので、この拡張セットも含めて今後の日本語版の展開がどうなるかっていうのは気になるところではございますね。はい、というわけですね、ボードゲームニュース2023年5月7日版をお届けいたしました。いやもうねゲームマーケットまだ1週間になりましたんでね、もう私もドッタバッタで過ごしておりますけども、国内ニュースの方はそろそろですねゲームマーケットね直前の情報が一通り揃ったという感じになってきて、あとはですね本番を待つばかりという感じでございますね。というわけですね、ボードゲームニュース2023年5月7日版をお届けいたしました。ザゲメチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。